ーナチャンネルをご覧の皆様、こんばんは、審査です。こんばんは、池田です。さあ池田店長、はい、今日もグランキコーナー坂井店さん、はい、閉店後お邪魔いたしております。はい、そして今回ですね、2人で何を打つかと申しますと、はい、ガロ月光の旅人、うん、まあ、超話題の新台ですし、はい、またねこれから7月8月と話題の新台が続々出てくる中で、まあ、その前に1回こちらのキコーナチャンネルでも実践動画残しておきたいということで、はい、今日はこのガロ月光の旅人のいいところをね残せるように、はい、ちゃんとあの残せますかね。大丈夫です、残せます。池田店長、はい、回転数見てください。残閉店後なんでハマり台を池田店長に打っていただいて、ありがとうございます。あの800回転超えてますんであと140ちょい回せば、まあ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 、赤いチャンスとします、はい、でね、はい、さっきちょっと僕閉店前に来てて、はい、ちょっと店内徘徊させていただいたんですけど、はい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 、一撃7万発近い台があって、はい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 、さらに取り切れず閉店してるんですよ。そうですね。でデータを見てみると、うん、過去最高出玉、うん、5万発6万発ザラにあるんですよ。ザラにあります。どんだけ出る台なんだと思うじゃないですか。これほんま出すぎますよこれ本当に。ですよね、うん、しかも、うん、1時間で 4,5、はい、万発出るっていうじゃないですか。出ますね、ザラに出ますね。ちょっと今日そういう絵を体感してみたくて、でまだ打ったことないという方はぜひ、はい、あのガロがどんなものなのか見ていただいて、そうですね、興味が出ればですね、お近くのホールで打っていただきたいですよね、はい、というわけで今回はガロ月光の旅人、はい、打っていきたいと思います。はい、池田店長よろしくお願いします。はい、お願いします。よいしょ、頭上注意でございます。はい、いやー、やっぱりガロシリーズの最新作っていうだけで、はい、ワクワクするもんありますよね。いや、そうですね。しかも今回結構こう初代ガロに寄せてきてる部分もあってですね、はい、演出的にはこうシリーズおなじみの演出を投入されているので、うん、非常に分かりやすい。そうですね、分かりやすい、うん、やっぱり実写系のガロ SP リーチに行って当たるかどうかっていうのが大当たりのメインになりますしね、はい、予告なんかももうこれまでのガロシリーズ打たれてきた方なら、うん、もう初打ちでも十分理解できるようなそういう感じになってますね。というわけで、まあ、簡単なスペックなんですけど、はい、大当たり確率は約319分の1、で、初当たりの 50% で魔界チャンス突入と、で魔界チャンス2は 81% 継続率あります。で右打ち中はオール10ラウンド1500発の払い出しなので、まあ1500発が 81% でループするっていうことはですよ、うん、それはもう一撃1万発2万発はそう難しくないのかなって思いますね。なんか演出は結構面白いのいっぱいあって、例えば SP リーチで行け風のごとく歌流れるじゃないですか、はいはいはい、あれの2番が流れたら熱いとかあるんですよ。なるほど、2番とか、そういう法則性もあるんですね。知らないじゃないですか。知らないです。流れて、あ、2番だって分かんないじゃないですか、うん、ちゃんと2番の時は歌詞が流れるんですよ。なるほど。いやでもあの初代の時あの金魚みたいなやつにいっぱい負けましたね。あー、魔界竜ですね。はい、そう、魔界竜、それそれ、あの金魚みたいなやつ、金魚みたいなやつ、信頼度高いんですけどね。はい、そうなんですよ。僕行くところはセブンイレブンとココイチとどこで、おーっと、赤穂竜、何、赤穂竜、あと64回転でニュータイムもあるけれども、その前に決めますか。決めましょうよ、これも。いや、ちょっと待って、池田選手、はいはいはい、ニュータイム行ったら、はい、魔界チャンスついてくるんですよ。いや、そうなんですよ、分かってんですよ。へそが当てたら 50% ですよ。だから僕下手くそなんですよやめてくださいよ。いせっかく魔界チャンスが近い台を選んでるのに、ほんまに。で、これで魔界チャンス外すというね。あ、しかもガロ保留じゃないですか。ガロ保留ですよ、だから、はい、激アツですよ、はい、これはもうもらいましたよ。いや、それは当たるでしょ、はい、これはもらいました。え、マジで、はい、これね、白ズガラが転敗すれば最高ですけどね。いや、そうですね。さあ、来い。おっと、3D ですよ、なんか。あー、黒の列車行った。あ、こっちもチャンス。おお、これ黒の列車チャレンジは、はい、あの最強リーチに行くこともありますんでね。なるほど。ガロー大型対スザクのどこまで行くか。どっちもあれだな。どこまで行った？はいはいはい、今緑、星3つ。あー、行った、絆行った、絆行った。来た、絆。はい、注目演出です。来た来た。うわ、張って。
かっこいいこれ。いやこれ青テンパですね。ニーズ柄タイガです。アスモディ強いんですよ。あ、そうなんですか。はい、強いです。アスモディの青はなかなか当たんないですけど、そこ絆が来てるんで、はい、渡航の選手。はい、タイガですね。でそこバトル中もチャンスアップがいくつかあります。あ、そうなんですね。はい。あーでも当たるだろうな、さすがに。さあ来い。ここからのカットインみたいなのが入るんですよね。カットインはあるか。弱そうですね、なんか。うん、普通ですね。来るか来るか。あれ最後は、あ、ボタン。あ、喜んでいいのかこれは。気持ちいい。いやちょっと池田店長、気持ちいい。いやちょっと待って。あ、はい、喜んでいいかどうかはこれ大丈夫ですよ。いやマカちゃん取れればいいけど、頭気をつけてくださいね、はい、大丈夫ですか審査さん、そんな大丈夫心配せんでも。お願いしますよ、白図柄ですよ。大丈夫大丈夫。はい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 。おい、まだ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 。あ、まあまだ、まあ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 まだね。いやこれ嫌な予感してきた。ラウンド中にもちろん昇格抽選あります。そうですね。いやいや、ちょっと不安やな。もう本当フリフリじゃないんですよ。もうしっかり約束こと守りますよね。どんだけ下手なんですかね。これ入らんかったの話ですからね。そうです。まだまだまだ全然分かんないんで、はい、いけ、いけ、来い来い。あー、いやこれ嘘だろ。いやまあまあ、でも一つ注目演出見れたし、当たるとこ見れたんで池田店長マジで、はい、もう池田店長の見せ場はこれで終了ですよ。いやほんまに、なんなんこの台本に書いたような。いや本当ですよ。いやほんまに舐めてるわマジで。今回だけじゃないですからね。ハマらんでって言った時にハマるし、当てたらダメよっていうところで当てるし、はい、さあちょっと静かすぎるな。池田店長そろそろお願いしますよ。そうですね、こっち何も来てないですからね。ガロ SP まだない。やっぱもう疲れてんのかな今日一日出まくって。いやまあね、そう出すぎましたからね。大赤字です。大赤字、はい、それはお客様喜ばれたでしょう。いや本当にね、いいじゃないですか。いやここまあまあね、たまにはそんな全然余裕ですよ。なんぼ赤字だとしてもまたここで、はい、多分使ってくださる方がほとんどだと思うので。まあそうですね、来ていただければ、はいはい、次の稼働につながったと思うしかないですね。おお、これ何これ何。あ、それは、はい、保留動き出したところで、あ、ちょっとこっちも技術さんだ。何で止まるかで、激アツとか赤だったら熱いです。なるほど。あー、あ、やっとやっと SP リッチ、ガロ SP リッチ。お、ボタン震えてる。緑、あ、チャンスですよ。緑保留。あ、でもここ青です。青ですね、ここは、はい、こっちは、まあ、初めてガロ SP リッチが見れます。さあ技術さんから、さあ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 、おい、ミラージュフェイスオブガロって言って、まあ、今作から新しく追加された演出の一つですね。まあ、緑でしたけどもチャンスアップパターンです。僕も技術さんです。 MFOG ですかね、はい。お、赤掘りに変わった。ああ強い強い、熱い熱い、どっちも強いよ。技術さんですよ。さあ緑か赤どっちだ。緑、ちょっと待って。あ、アニメ系です。あ、アニメ系、アニメ系。でも赤ホリアでしょ、行くでしょ。絆の元とかいうの獲得した。いや、花を届ければ絆 SP リーチに発展。それは行くんじゃないですか、赤なんで。行くっぽいですね。お、はい、来た絆ゾーン来た。どっちも当たれ、どっちも当たれ。押しますよ押しますよ。
させてもくれない。かっこいい、うわー外れたー、残念。青か。いやでも木札入ってさっきも青だったでしょ。そうですね、ここの選手、はい、タイガー強いな。そもそも赤保留なんてそんなめったに来ないですよ。そうですね、ゲッ、さあ来い、ガロケンブッサーさせてくれ。お、あーブルブル来た、こっちも緑保留。おお、すごい、よし、素晴らしい、よし、池田店長が2回目の当たり、来てますよ、取ってくれよ、そこは今日は来てるよ。やりましたね。来た。いや今日は違う場合、ちょっと今日はちゃいますよ、気合入っとる場合、今日は、ね、今日は気合入ってますよ。僕も負けてませんよ。いや来た、これはすごい。お、まずは初代バトルタイプでいきます。早いな、魔人ゲートで。おい、気持ちいい。1万発ぐらい出してほしいな。1万発ぐらい出るか。もう1回、すごいですね。いや気持ちいいな。それでは皆さん、ガロ月光の旅人継続率 81% の実力やいかに、はい、池田店長がしっかりとお見せしますので、その上でとくとご覧あれ。1万5000発は超えますから。はい、1万5000発言っていただきました。はい、10連はさせますよ。はい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 、はい、オール10ラウンドっていうのがいいですよね。さあ魔界ゲート行きましょうか。おっと、あら、え、戦えない、 あれ、星5、え、騎馬王が一番出てきちゃやばいやつですよ。星5やばい、わやべえよ。さすがに厳しいですね、そこは。簡単にピャーンって、ピャーン、おい、ガロを救う。どうだ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 、ガロー、すごい、はい、あれ、そらね、正直、はい、終わったと思います。いや終わらないって。今日の僕は倒すから。素晴らしい、はい、いややっぱお客様に還元した日の夜は違いますね。そうですね、ちゃんと還元したらご自身にもこう気がついてくるってことでしょう。まあそれはあるかもしれないですね。やっぱグランキコーナー境店のガロは出るってことですよ。いや思ってるよりガロさん、そうぜひ来てください、もう来てください、もう、はい、本当に大阪で朝から打ちに行く時間があったら迷わず僕ここに来ますもん。そうですね、まずグランキコーナー境店に朝から来て、はい、
池田店長いらっしゃいますかって言いますよ。何を求めに来るんですかそれは。池田店長ございますございますって言って終わりです。よろしくお願いします。嫌だ、よろしくお願いしますやな、それ。ございます、僕から打ちます。デリータス、なんか赤文字ですね。これ熱いんじゃないですか。それね、77とかレインボーの文字が出てきたら熱いです。9378、1万ポイント中の9378ってこんな熱いんじゃないですか。さすがに熱いです、ですよね、はい、1万いけばもう確定です。まあまあ、ここは鉄板で倒すでしょ。あー、熱い。はい、いただいた。うわー、もうやらしい、やらしい、隣でもう。これは気持ちいいわ。やっぱすごいですね、81%って。これは気持ちいい。しかもめっちゃ早いですね。めっちゃ早い。もう5000発ぐらい出てません。いや、あの払い出しの球一回も止まってないですもん。あー、もうずっと出っぱなし。ずっと出てます。これは従業員大変だ、この機械は。そうですよ。いつまで玉箱使ってるんですか。いや、そうですね。ほら、もう拡大検索にしてやらんと。本当嫌だと思いますよ、スタッフの方、この島。いや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 、これもやりがいの一つですか、仕事の。これ並べるときキャリーに積んでるんですか。そうです。あ、ちゃんと運びやすいようにですね。あ、それはもちろんもちろん。いや、正直今日は、はい、まあ、相手がガロ月光の旅人なので、はい、2人で2時間そこら打っただけじゃ魔界チャンス見せれるかも分かんないと、はいはいはい、もしかしたら当たりが引けないかもしれないという実戦だったんですけど、はい、思いのほか池田店長が、ね、そうですね、通常当たりも魔界チャンスも引いてくださって、ぶちかましちゃいましたね、状況はね。助かってます、はい、もうこれで取れ高バッチリですよ、前半戦は。いやいやいや、あとは最後僕がね、池田店長の出玉を上回る魔界チャンス出せば最高です、はい、って言ってる間にまだまだですね、6連目です ね、次で早いですね。もうこれ何、絆スペシャルって書いてある。これなんかもう継続確定的な感じですか。魔界チャンス中は、はい、なんかね、あれを獲得していくんですよ、アイコンみたいなやつを。はいはいはい、はい、で条件満たすとエンディングが見られるんですよね。あ、なるほど。スペシャルエンディングが、あ、はあはあ、はい、それだと思います。なるほどですね、はい、はいはいはい。いや、これ気持ちいいな、これでしょうね。これみんなちょっと打ってください。はい、これ気持ちいいわ。ないか、はい、今8000発ですね。早っ。この辺り終わって9000、5、600発ぐらいですね。じゃあもう一撃1万発射程圏内ですね、はい、お、タイマー予告ですか。はい、あ、もうそれ行きますよ、行きますよ。はい、え、大丈夫、大丈夫、大丈夫、ハイガー頼む頼む。ああ、あれ、ああ、あと1個ありますタイマー。もう終わりですか。多分終わりじゃないですか、これ。あら、ファイナルラウンド、いや、これ終わりじゃないですか。いやー、終わっちゃった。あー、1万発届かない。いやー、おお、そのパターンね。気持ちいい。終わりと見せかけての一撃一万発オーバー。お前それは幸福って出てますもん。いや、ほんま幸福ですよ、こんな。見せますね。いやー、見せますね。見せますね。今日はちゃいますね、ほんまに。ちょっとタイマー告知怖いんで初代バトルに変えときます。タイマー告知は確かに怖い。ハラハラしますよね。ちょっと怖い。安心感を求めて。はい、魔獣ゲートしかない。ああ、もうそれ継続濃厚です。はい、はい、神台。それは気持ちいいでしょうよ、そんだけ出れば。これは気持ちいい。え、結構平日でも早い時間に埋まってきます、はい、いや、てか空き台ない、ずっと朝から埋まる。ずっと開かないです。すごっ、はい、
や僕もだってその他法人さんとかでちょっと調査とかで、はい、まあ一回調べに行こうかなと思って行きますけど、はい、空いてないですもん。へー、やっぱすごい台なんですね。いやすごい台ですよこれは。やっぱりそれこそね、パチンコでいうボットみたいなもんですから、やっぱユーザー的には。あ、分かりやすいですね、うん、そうですね、確かに、うん、やっぱこれ950の U タイムで魔界チャンスに行ってしまうっていうのはめちゃくちゃいいと思いますね。めちゃめちゃ暑いですね。めちゃめちゃいいですよね、うん、あっとやばい、やべえやべえ、やった、キマオが、キマオが。でも今日の池田店長ならまあ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 、いてこましますよ、いてこます、はい、ちょっと物騒な言葉出てきましたけど、はい、危ないんじゃない、危ないんじゃない。あ、いや、よう頑張ったと思いますよ、池田店長。まだまだまだ、もう頑張りましたよ。他から救えますから、もう無理せんでいいですよ。あー、もうそれはしょうがない、それはしょうがない。復活演出来るでしょ、ザルバさん、ザルバ、ザルバ、12000。いや、十分ですよ。あはー、終わった、素晴らしい。まあ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 、簡単に1万発超えましたよね。いややばかったっすね。すごいな、やっぱりいかつい。で今時間にしたら多分15分から20分ぐらいじゃないかな。そうですね、それぐらいですね。すごいっすよね。1回も球止まってないですよ、まだ出てますよずっと。あっ、パッパッ、あ、ザンバ剣、ザンバ剣、ザンバ剣刺さりました。これは熱いです。え、いや、じゃあボタンバイブしてたんです、さっき。嘘やん。いや、これやばいやばいやばいよ。